こんにちは、長本慶典です。今日も YouTube のビデオを撮っていこうと思います。今日はですね、ドゥゲナのクラッシック、えーと、ドゥゲナ、ドゥゲナ、ドゥゲナーのフェスタクラシックという自動巻きの腕時計のご紹介をしたいと思います。こういったデザインになります。シンプルで非常にこう綺麗なミニマルというか、バウハウス調のもので、 ガラスが球面で文字盤も球面になっていてよく見ていただくと長針とか秒針の先がちょっと手曲げされてるの見えますかねこの方が見えるかなわかりますかね まあ長身と秒針の先はちょっとこう手曲げされてるんですよ非常にこう綺麗なすっきりした時計で自動巻きなので裏はスケルトンになってますこういった感じですねはいでこちら、えー、今回のお客様はブレスレット特注特注じゃないなえれとオプション仕様のブレスレット仕様でご注文いただきましたそして えー、この方特注カスタマイズで通常このフェスタクラシックの秒針じゃない超短針の、えー、針はスケルトンで中抜きされてるんですけどもお客様の要望によって夜光を今回入れさせていただきましたあのちょっと夜光の薄グリーンというか薄ブルーというかがついているので何、えー、ていうのかな時刻の判読が もう格段にアップしましまた僕、えー、と実際取り付けてみて驚きました、えー、とスケルトンの時とこれが入ってるだけでえらい違いだなという感じですごくこう見やすくなっていい感じですルゲナでも自動巻きの時計を作っているんですねこういうシンプルで見やすい時計を作ってますでこれは同じデザインで自動巻きと電池のクォーツと2種類ございます 気になる方は僕に連絡してください。あの、クォーツのモデルだったらいつでも在庫持ってます。自動巻きは、えーと、ブルムさんっていう、あの、なんだ、技術者のドイツの、あー、急に出てこない、マイスターです。はい。ドイツのマイスターさんが、えー、一本一本作っているので、えーと、なかなか在庫にはできてないんですけども、クォーツだったらいつでもありますので、ラグモト K 店にお問い合わせください。 よろしくお願いします。天野さん、もうすぐ行くよ。あ、そう、天野さんはね、茨城県で知る人ぞ知る、あの、もう祖父のおじいさんの代から続く占い師さんなんですって、すごくね、もう知る人ぞ知るっていう、その道の有名な方なので、その方がこれを、えー、オーダーしてくれました。えっ、ー、と、明日お届けします。ありがとうございます。